おはよます。ーーピーカチョーです。今回はね、魔法石が25個になったんでちょっともう一回ドラゴンボールゴラボガチャこれ5回引いて金出してもうこれでもう諦めます。この5回で諦めます。あのー、前回ベジータのねまさかまさかの香りだったんで今回はセルとかまあ、トランクスあの辺狙っていきたいですね。じゃ早速回していきます。いきます。シェンロン金出してください。 銀だよな。16号お前けもう持ってるからね。いらない。いらない。もう10。1もまあ、確かにかっこいいけど、お前のおかげでスーパーサイズ2になるんだろ。ご飯が銀になるんだな。これがね。おナッパよし持ってない。持ってない。持てない。もうナッパの絶望がやばいからね。最高の技よしありがとう。嬉しいよ。頼むよ。3回目ちょっと結構早いペ。ペースで行ったら金が出るんだろう。でも銀が出てるくそー。1あ。でも17号はスキル上がる可能性あるから。 まあ許せるあと2回か頼むぜマジで頼むぜ頼むぜ金金よいやべえビーデルいや違うんだよなビーデルも違うあー頼むやばいめっちゃ早いペースで引っちゃったちょっと今ちょっと一回一回報告する一回報告するついラストだから一回報告するえー、っと16号ナッパ17号ビーデルこの流れでいくとえー 火が,火が火今火の流れになってるね17号ビデルになってるから次孫悟空出るんじゃねえのカカロット頼むカカロットうわーご飯よしよしよしご飯ちゃんよっしゃありがとうございますあざっす 孫悟飯バランスドラゴンタイプ。えー、スキル、超カメハがメ敵に100倍のダメージ。水ドロップの攻撃力を強化。リーダースキルもう許さないぞ。四属性以上の同時攻撃で攻撃力うまい。やったーご飯ありがとうやった <laughs> ということで、ベジータと、 ご飯ですね。私の持っている、えー、ドラゴンボールの金玉子は。ということでですね、えー、今回16号ナッパー、17号ビーデル、んご飯でした。えー、ということでね、まあ、最後に金が出たんで、もうかなりいい終わり方になりましたね。というわけでご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。